はい、皆さんこんにちは。今日は iPad を使って超効率のいいノートの取り方を紹介していきたいと思います。で、今日は GoodNotes 5っていうアプリを使いながら、こういう世界史のノートを作っていきます。でですね、今日メインに紹介するのは、iPadOS になってから新しく搭載された、同一アプリでのスプリットビューですね。今 GoodNotes 5が左と右どっちも同じアプリが立ち上がっている状態なんですけど、この使い方と、あとはですね、 GoodNotes 5のアプリの中にスクリーンショットっていう機能があるんですけど、これがですね、もう人に教えたくないぐらいめちゃくちゃ使えるので、これを紹介して今日は世界史のノート作っていきたいと思います。学生さん必見ということでですね、ぜひこれを見ながらかっこいいノートを作ってもらえればいいんじゃないかなって思います。じゃあですね、GoodNotes 立ち上げていきます。私いつもよく使ってるので下のドックに入れてるんですけど、まず立ち上げてですね、今回はちょっとウェブサイトのからダウンロードしてきた世界史の PDF っていうのがあるので、これを参照しながらノートを作っていきたいと思います。すごい写真がいっぱい載ってたりとか、あとは全部フルカラーだったりするので、これを使っていきたいんですけど、皆さんもですね、ご自身で、学校で配布された PDF の資料だったりとか、あとは教科書のスキャンデータですね、すごい大量のこういうね、何ページもにもわたるノートがあると思うんですけど、それを1枚用意してもらって、それを GoodNotes の中に読み込んでください。で、こうやって左右にスワイプしていくとですね、どんどんページがめくられていくんですけど、これだとちょっと効率が悪いので、縦長の PDF の時は縦にスクロールが流れるように設定していきます。で、その時は右上の点点点っていう項目の中から、スクロールの方向っていう項目があるので、ここを開いてください。で、そしたら今横方向のところにチェック入ってるので、これをですね、縦方向にチェック入れます。で、そしたら今ちょっとページのレイアウトが変わったの分かるんですけど、上から下にですね、こんな感じでスクロールしたらどんどんページが流れていくようになります。で、すごい大量の資料を見るときはですね、この縦のスクロールにした方が絶対に分かりやすいし効率的なので、ぜひこれはチェック変えるようにしてください。で、次、同一アプリのスプリットビューについて紹介していくんですけど、例えばこの GoodNotes で違うノートを左右に開きたいときですね、そういうときに使えます。スプリットビュー立ち上げるときはドックからさっきと同じ GoodNotes のアプリを右側にこんな感じでグッと長押ししながらドラッグしてあげると、左も右も今 GoodNotes 5のアプリが立ち上がっている状態になります。で、右側の方に新しい新規ノートを作っていくので、プラスボタンからノートを選択して新しい A4 の、ね、縦長のノートを作ってください。で、立ち上げるとこんな感じですね。今 GoodNotes 5の違うノートが左右に開かれている状態なんですけど、右側の白い方のノートは下にこうグッとドラッグしていくと、新しいページがどんどん増えていく感じになります。で、左右ね、どっちもこんな感じでスクロールできるので、これでもすごい楽しい感じになってるんですけど、今左側の、世界史のノートですね、世界史の PDF、 これがすごいページ数あるので、読み切れないですよね。で、それを自分流にまとめて右側の方にノートを移していきたいんですよね。で、このまとめる作業をするときにこのスプリットビューがすごい便利という感じですね。なので、今からやることとしては、左側の PDF を参照しながら、右側に自分の世界史のノートを作っていく形になります。なので、ここからはですね、どんどん文字を書き進めていく感じになるので、ちょっと早送りで飛ばしていきます。後ほどですね、ちょっとすごいおすすめの機能を紹介しますね。はい。で、こんな感じで文字のところですね、半分ぐらいまで書けたんですけど、この状態だと文字ばっかりでね、ちょっとわかりにくいじゃないですか。なので、この左側の PDF に貼ってある画像とか、イラストとかをですね、貼り付けて、ちょっとわかりやすいようにコラージュ的な感じでやっていきたいんですけど、その時に使えるのが GoodNotes 5のスクリーンショットっていう機能なんですね。
で、これどうするかっていうと、投げ縄ツールっていうのを使うんですけど、今上にねブルーで光ってるボタンがあると思うんですけど、これ投げ縄ツールです。で、こうやって適当に選択することができるんですけど、これを使って切り抜きたい画像の部分を適当に、まあ、ざっくりでいいのでこんな感じで囲っていきます。で、囲えたらその部分をですね、長押しすると、スクリーンショットって、スクリーンショットを撮るっていうボタンが出るので、これを押してください。で、そうするとこういうポップアップが出てくるんですけど、ここの右上に共有ボタンがあります。で、これを押すと、この今切り抜いたスクリーンショットの部分だけを画像保存したりとかメールで送ったりすることができるんですよ。で、これがねすごい使える機能なんですけど、今回はこの中のコピーっていうボタンがね一番上にあるんですけど、これを押します。で、そしたら今このスクリーンショットがコピーされたような状態になるので、この状態で右側のノートに移ります。で、画面どこでもいいので長押しするとペーストっていうボタンが出てくるので、このペーストボタンを押すと、さっき撮ったスクリーンショットがですね、こんな感じでコラージュみたいな感じで貼り付けることができるんです。結構すごくないですか、この機能。私ね、めちゃくちゃよく使うんですけど、まあサイズ変形したりとか、あとは回転とかもできるし、で、ちょっとこの茶色い縁のところね、見えちゃってて嫌だなと、綺麗に切り抜きたいなと思ったら、もう一回セレクションツールを選択して、長押しすると、編集っていうボタンが出てくるんですね。で、この編集を押すと、左右のトリミングとかもうちょっと綺麗にしたりすることができます。なので、こんな感じで貼り付けた画像を整えていって、綺麗なノートを作っていくっていう感じです。で、ちょっと他の画像もね、こうやってスクリーンショット撮って貼り付けていくんですけど、例えばこの画像の上に色を塗りたいときは、おすすめはですね、蛍光ペンを使うと綺麗に色を塗ることができます。で、今蛍光ペンのオレンジ色を取ってちょっと上から塗ってるんですけど、こんな感じで白色のところだけ塗れて、黒色で書かれてるところはこうやってちょっと除外されて塗られるって感じですね。ちょっと説明難しいんですけど、普通にボールペンで塗っちゃうとね、あの色が重なっていくんですけど、蛍光ペンで塗るとそうならないっていうような感じなので、色を塗るときは蛍光ペンでぜひやってください。で、だいぶ出来上がってきましたね。で、世界史なんで、やっぱり人物がね、すごいたくさん出てくると思うので、まあ、カタカナでね、名前がすごい並んでて、分かりにくいって、覚えにくいっていうのね、私もちょっと経験あるんですけど、まあ、そういう時はですね、写真、画像とかね、こう、人の画像を、スクショして貼り付けてあげて、もう、こう、写真で覚えるっていうようなね、やり方をするといいんじゃないかなって思います。で、私もね、高校生の時、全然学校行かなかった時期とかあって、もうちょっとで退学になるんじゃないかって感じだったので、その頃は、世界史の大検ってやつを受けた覚えがありますね。まあ、無事にね、通ったんですけど、それぐらい世界史は一生懸命頑張って勉強した覚えがあるので、で、その時にすごい人物の名前を覚えるのにめちゃくちゃ苦戦したので、まあ、その頃にね、iPad があって、こういう風に写真をバンバン貼り付けていければ、もっと効率よく覚えられたのになって思うので、まあ、今のね、高校生とか大学生とか、こういうデジタルのね、テクニック使って、いいノートを作って、試験にね、臨んでもらえればいいと思います。で、最後、ノートの仕上げをするときなんですけど、仕上げをするときも、このセレクションツールですね、選択ツールを使うと、ぐっと綺麗なノートになっていくので、この選択ツールを、使って、画像の位置を調整したりとか、あとは文字の大きさとかも大きくしたり小さくしたりっていうのができます。で、文字の大きさと位置を調整する。で、あとはですね、文字の色を変えたいときなんですけど、選択して長押しすると、そこにカラーっていうボタンが出てくるので、そのカラーから、例えばオレンジとか赤とか青とかっていう風に、色を変えてあげることもできるんですね。なので、このセレクションツールはもう本当に神機能なので、最後はこのセレクションツールでブラッシュアップしていきます。
はい、ということでこんな感じで完成になります。結構ね綺麗なノートが作れたなって思うんですけど、まあ、あの学生さんねこれから受験とかあると思うんで、ぜひこのやり方とか活用してね受験頑張ってほしいなって思います。あの私も学生の頃にね iPad 持ってたら本当にもうめちゃくちゃ賢くなれたのになって勝手に思っちゃってるんですけど、ぜひですねあのペーパーレスでデジタルでお勉強やってみてください。で今日のデータですね、このノートのデータとあと PDF のデータ、あの iPad Mate のコミュニティの方に投稿しておくので、 iPad Mate の人はですねぜひダウンロードしてもらって復習に使ってもらえればいいかなと思います。はい、ということで今日は以上になります。最後までご清聴どうもありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。バイバイ。